教えて春峰先生。皆さんこんにちは、小林剛です。こんにちは、中里春菜です。こんにちは、ぽんちゃんです。さて小林剛先生、はい、今回は何を教えていただけるんですか？今回はポンチーのお話をします。え、ポンちゃん？ポンちゃんじゃないよ。ポンちゃんじゃない。ポンちゃんじゃない。ポンちゃんじゃなくて、うん、ポンとチーのお話ですね。ポンとチー、ポンとチーです。ポンとチーというのは、はい、他の人が捨てた灰、いらないよって言って捨てた灰ですね。うんうん、これを自分のものにすることができるっていう必殺技です。めっちゃ必殺技やん。そうなんです。いい、それめっちゃいい。使いたくなってきた。うんうん。それではまずやり方を説明したいと思います。はい。まずはポン。ポンは同じ灰を3枚作るときに使います。同じ灰。はい。まずは自分が2枚持ってないとダメですね。そっか。はい。2枚持ってる。はい。で、誰かが捨てた3枚目を欲しいとき、まず発声をします。うん。ポン。ポン、うん、ポン、いいですね。なんかポンちゃんを呼び捨てしたみたいな。ポンと言います。はい。そしたらまずそのもらいたい牌の証拠を見せます。証拠を見せる。はい、2枚見せます。そしたらその捨てた牌を自分のところに持ってきて。人から1枚もらったので、うん、自分の中からいらない牌を一つ捨てます。うんうんうん、捨てる。はい、これがポンのやり方です。はい。続いてチーのやり方です。チー。はい。チーは他の人が捨てたもので、うん、自分の中に竣通を作るときに使います。順通って順番のやつ。よく覚えてますね。ポンちゃん勉強してる。はい、順番が自分の中に今なくて、うん、2枚持っててあと1個で順番ができるっていう時にもらえます。なるほど。はい。ただしポンちゃん、同じの3枚と順番の3枚って、うん、作るのはどっちが簡単でしたっけ？ね。順番の方。はい、順番の方が簡単なんです。なので地位には制限があります。そうなん。そうなんです。なんとポンは全員の捨てた牌使えるんですけど、地位の場合は左の人限定です。え、左だけ？左の人だけなんです。だから欲しい牌が右の人や向かいの牌から出た時はいただけません。間違って言いそう。本当ですね。そうなの。だから気をつけないといけないんです。はい、はい、では欲しい牌が左から出た時、はい、まずこの時も発声をします。チーチー、うん、ですね。そしたらまず証拠を見せますね。2枚をみんなに見せます。そして左の人から欲しい牌をいただいてきて、1枚いただいたので1つ捨てる。うんうん、捨てる。はい。という順番になります。はい。さてそれでは実践です。はい。今教わったポンとチーの練習をしていきましょう。はい。ポンちゃん親？ポンちゃん親で、じゃあポンちゃんが積もるところからいきましょう。はい。いらない。あ、先生それ欲しい。ポンちゃんこれ欲しい。うん、そうだね。9万もらって3枚にできるね。欲しい。さあ欲しい時なんて言うんだっけ？あ、ポンもらい、もらう前にね、ちょっと本当にもらえるかどうか見たいんで、この形をもらうよっていうのを先にみんなに見せてほしいんですよね。あ、そうなん？だから、これはちょっとまでこれが出ましたポンって言ったら、この2枚でポンしますっていうのをみんなに見せてください。右側に出しちゃいましょう。じゃあ今回はこれこれこれ、そうです。これでみんなに9万2枚が見えました。うん、じゃあもらってこようか。よし、もらった。先生もらった。うんうん。それをどこに置くかなんだけど、まず自分の卓の角の右側にくっつけちゃいます。はーい、はい。ただこれだとね、9万誰からもらったか分かんなくなっちゃってるよね。そっか。で、僕が捨てたので、うんうん、僕が9万捨てたよっていうのをどっかに証拠を残しとかなきゃいけないので、うん、左の人からもらったので、うん、左の9万を横に向けておきましょう。左の9万。はい。はい、こうですね。これで左の人から9万をもらったという証拠になります。これでポンが成功？成功です。よーし。では、今1枚積もってくるんじゃなくてもらってきたので、1枚捨てるところからいこう。そっか。じゃあやっぱ漢字いらない。あ、先生もう一回欲しい。ポン。はい、そうだね。出たらポンって言って。で、ポン言って出してもらう。もらう。で、ハルボー先生からもらったから右並べる。はい、そうですね。ではもらってきたから1枚捨てましょう。はい。このポンはね、うっかりすると次の人進んじゃうんで、今みたいにすぐ出たらポンって言えるといいですね。先生？もう一回ハルボー先生が引くの？あ、そうなんです。ポンとかをした時にね、順番が分かんなくなることありますね。うん、ただこれはね、決まりがあってポンがあって順番が変わったとしても、うん、ポンして捨てた範囲の次の右側の人が積もるっていう順番です。え、そうなん？え、じゃあ全然積もれへん人出てくるんやな。そうだね。残りの2人は飛ばされちゃった感じですね。なんかそうなんや。これ最初はなんか逆回りしちゃいそうだけど、捨てた人の右側の人が積もると。捨てた人の右側。はい。あ、先生、あれ欲しい。あれ欲しい。うん、でもポンじゃないな。ポンじゃないね。順番の3枚を作るときは、なんていうんだっけ。チー。そうですね。じゃあこのチーをしたい。したい。ですが、さっきチーの時にお話ししたんで、チーはね、左の人しかもらえないという決まりなんですよ。あ、先生からしかもらえへんのか。そうなんです。だからこのピンズの2は。欲しいんですがもらえません。じゃあチーできひんやな。まあそのうち出るかもしれないし、自分で持ってくるかもしれないんで。はーい。まあ、チーは左の人からだけと覚えてください。わかりました。先生優しいな。優しさが先生優しいやん。じゃあチー。じゃあそう、左の人からはチーしましょう。はい。じゃあこれも出してもらう。先生からもらったから、先生の向きにしてよいしょ。123をもらった。これね、並べ方難しいんですけど、この2を左の人からもらいましたよっていう情報が大事なんですよね。だからその横向いてる2を一番左にくっつけちゃいましょう。あ、左に持ってくんの。左の人から2をもらいました。自分は13と持ってました。こういう形をすると分かりやすくなります。そっか、順番に並べへんくていいんやな。まあ、これでも3枚できてること分かるよね。さて、もう一つ。まだあんの？3組そこに出してあるんだけど、どういう順番で作ったかよくわからなくなってますよね。そっか、確かに。だからこれは決め事で、縦に3つ並べちゃいましょう。縦。だからこの2万の上に3枚。あ、ない。はい。はい。これで9万から順番に99922123と完成したっていう情報になるので、確かに見やすい。そうですね、複数並べるときはこういう感じで並べましょう。はーい、では1枚捨てます。はい、1、そう先生1位。お、早い。うん、そうだね。1位。星杯出た。よし。出す。取る。先生からもらったから左。はい、そうだね。縦。縦。よし。で、いらんのを捨てる。さあ、大体できたね。なんかちょっと寂しくなっちゃったけど。なんかめっちゃみすぼらしいやん。これで、4組できました。これ大丈夫？あとは頭ができれば上がりですね。何がくれば上がりですか？ピンズの8。はい、そうだね。ピンズの8がくれば、4組と頭が1つ完成します。さあ、ではこの手が上がれるでしょうかという問題があります。前回まで役を1個作りましょうねっていう話してきましたね。してた先生、してたわ。役の話してた。あれ、役あるだろ。今までお勉強した役。でもほらほら、ポンちゃんの好きな面前相撲をしたら役できるやん。面前相撲って全部自分の相撲だけで上がった役っていうのが面前相撲だったね。面前相撲ってね、実はね、今までお話ししてなかったんだけど、一つでもポンとかチーとかしてるともう人の手を借りて作ったことになっちゃうので、あれ自力じゃないのか。全部自力でやったっていう面前相撲はもらえないんです。あかんやん先生、あかんやんあれ。はい、これ実は相撲でも面前相撲の役がつかないので上がれません。どうしようどうしよう。他の役を探すと、他の役、タンヤオないな。9があるからタンヤオじゃないね。1もある、1もある。役牌3枚ない感じ、ね、全部捨てた。じゃあピンフはどうか。ピンフって全部瞬通の手だったよね。あかんや、2つもポンしてる。ピンフもないね。じゃあ待って、あかんやつ。じゃあリーチができるかというと、リーチ今からリーチすればいいかっていうと、実はリーチでも約束があって、リーチはあと1枚で上がれる時に宣言する役なんだけど、ポンチをして作っちゃいけないんですね。あかんの。めっちゃあかんやん。じゃあ何も上がれへんやん。ということで、もうこれはリーチも今更かけられない手なんですね。ということでこの手はせっかく形上は上がれそうですけど、もう上がれません。そうやん、ポンちゃんあんなに楽しくポンチやってたのに。実は役がないとポンチしてもしょうがないんですね。じゃあこれは失格？これはもう失敗。もうどうしようもないですね。いやいや。あとは論って言われないように乗っててください。辛い。めっちゃ辛い先生それ。それでは、今まで教わった役の中でポンチしてもいい役、ポンチしたら消えてしまう役、それのお話を改めてしたいと思います。今お話しした通り、面前相撲という役は全部自力でやったという役ですので、ポンチしては消えてしまいます。タンヤオ、これはポンチしても OK です。1と9と自牌を使わずに2から8の数字だけで作るタンヤオ、これはポンチして作れます。薬牌、これも大丈夫です。薬杯というのは3枚揃えればそれだけで役になる杯でしたね。これは是非ともポンして作っていきたいところですね。もし自分が薬杯を2枚持っていたら3枚目が出た時にすぐにポンって言えるように身構えてみましょう。続いてピンフ、これは全部瞬通でやんめん待ちみたいな役でしたが、これはポンはないですね。チーをすると役が消えてしまいます。ピンフって結構簡単な役なのでチーしないで自分で作ってもらわないといけないんですね。そして最後にリーチは今お話した通り×です。リーチも自力であと1枚までいった時に宣言する役ですので、ポンチーしてはリーチをできません。以上のようにですね、ポンとかチーをすると簡単に手を進められるんですが、消えてしまう役っていうのが出てくるんですね。今後も役のお話をいっぱいしていきますが、ポンチーしても大丈夫な役、ポンチーすると消えてしまう役、いろいろありますので、それを意識しながらポンチーを使いこなしていただきたいです。さて今日はポンとチーについて勉強しましたが、ポンちゃんどっちが好きだった？ポンとチー。それはもちろんポンちゃんのポン。ああポンね、うん、同じの3枚作るやつ。そう、うん、ポンちゃん。はい。小馬郷先生どっちが好きですか？僕は結構チーをしますね、うん、あらチーの方が自由度が高いというかね、いろいろ使えるんで、うん、僕は結構チーします、うんうん、いろんなものがねチーできますからね。ちなみに私はどっちも好きじゃないです。はい、先生でいいの？どっちも好きじゃないです。ポンちゃんのこと好きじゃないの？ポンちゃんは大好き。いや、ほらね、ポンとチーをするとリーチができないじゃないですか。先ほど教わりましたね。リーチマスターなられへんもん。そうなんです。私リーチの方が好きなので、ポンとチーはあんまり好きじゃないです。そうか、はい、仕方ない。うん、仕方ない。さてここまで7回にわたってお話ししてきましたが、これで麻雀の基本的なところは一通りお話が終わったと思います。ポンちゃんもこれで人と混ざって打つことができます、うん、ついにポンちゃんも麻雀が打てる。そろそろデビューだね、うん、で視聴者の皆さんもここまでの7回を見直していただければ、完璧にマスターしてもらえれば人と麻雀を打つことができるようになります。ただ細かい約束とか役とかはまだまだありますので、徐々に覚えていってもらいたいですが、とりあえずここまでをマスターして麻雀やってみてください。勉強になった人はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。お願いします。ツイッターもフォローしてね。それじゃあバイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは。麻雀連合の小林剛です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。本日は健康麻雀とノーレート麻雀の専門店マースタというお店の紹介をします。はい、店舗はですね、下北沢、王子、京都、梅田、神戸の5店舗でやっております。麻雀を全く知らない方や、麻雀自信がなくてこれから覚えていきたいという方向けの麻雀教室も開催しております。もちろん強い方に向けても、夜のノーレートフリーや大会も多数やってまして、プロに挑戦したいという方もぜひお待ちしております。